少しだけ不思議な普段のお話。岬と机の間に事件、落ちこぼれた君もね気づき、あの子も同じ雲の下で暮らした事件、そこによ事件。期待だけ涙を流して震えながら勇気を叫ぶだろう。だからここに呼び出よう、一緒に冒険しよう。何者でもなくても世界を救おう。いつか時が流れて必ずたどり着くから、君を作るよ。トド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 ドドドラえもん。ちょうどこのスーパーが建っているあたり。パパが子供の頃は墓場だったんだよ。こんなに賑やかなところが？昔は昼でも寂しいところだったんだ。夏の夜はみんなで肝試しなんかやったもんだ。怖いな。僕昔に生まれなくてよかった。今はどこも明るくなって肝試しなんてできないもんね。そうでもないよ。ん肝試しメガネかけると周りの世界が怖く見える。こんなのかけただけで、があることをもしジャイアンたちが知ったら、きっと肝試し大会をやろうって言い出すに決まってる。そうだ、ジャイアンとスネ夫には絶対に秘密にしておこう。何を秘密にしておくんだ？なんでもないよ。絶対なんでもない態度じゃないね。おい、言わないとひどいぞ。言わない、絶対に喋らないからね。のび太があんなに隠したがる秘密って、なんだろうな。ドラえもん、なんかよ、あれ貸して。あれ、あれはあれだよ。ほら、さっきのび太に聞いたんだよ。ああ、ひょっとして肝試しメガネのこと？それ、それ貸してよ。変なの、のび太くんあんなに怒ってたくせに。え？肝試し大会だ。僕、お腹の具合が。嘘つき！嫌とは言わせないぞ。ちょっとやめてよ。ねえ、待ってたら。悪いことしたかな。メガネをかけたまま町内一周。途中で怖くなって外したやつが負けだ。負けたやつは。みんなの笑い者になってもらう。くじで順番を決めよう。僕一番。ほら、かけろ。Yeah!
がってるぞ。メガネを取らないか後をつけよう。火の玉、だんだん近づいてくる。もうダメ。待って、怖がらなくていい。あれは風船だよ。ドラえもん、どこにいるの？静かに、隠れマントを着てそばについているから、安心して進んでいいや。ありがとう。まだメガネを取らない。意外に頑張るな。お化けだらけに見えてもみんな普通の人ばかりだよ。気にしないで進め。そうは言ってもね。海だ。これ以上は進めないよ。大丈夫、ただの水たまりだよ。直径30センチくらい、簡単にまたげるよ。本当？よし。スネ夫の番。怖くて腰抜かすなよ。バカにすんな。暗くなった。行ってくる。我慢しちゃって。このまま無事に回ったらつまんないぞ。あら、スネ夫さん。出たな、ろくろ首。全然怖くないや。正体を見せろ、この化け物。ひどいこと言うのね。もう知らない。いたたたた、くそ。目の前のお化けはみんな人間だ。人間、人間、みんな人間だ。全然怖くないぞ。ん、まんまるカッパー。どうしてわかった？え、何が？俺の一番気にしている頭だ。やはーい、メガネ取った。今のは僕のせいじゃん。つべこべ言わずによこせ。俺様の強いとこ見せてやる。行ってくるぜ。
るんだったら、もともと怖いもの見せるとどうなるの？さあ、ちょっと試してみよう。ほら、怪物のマスクだ。ジャイアンにこれをかぶって見せたらどうなるか。もうそろそろ一周か。全然物足りないぜ。おーい、おーいってば。あんなに平気だったのに。一体何が見えたんだろう。